皆さんおはようございます。マーティンです。脈は金高です。科学の星にどんどん行きます。陶磁器というのはね、陶器と磁器で作られたものでございます。まあ、いろんな磁器に土物と石物があるんです。磁器は石物、陶器は土物です。はい。これ、いろんなもので再現しているそうでございますし、量産してますからね。セラミックはこれ、ギリシャ語で焼き固めたものでございますからね。いろんなものです。ファインセラミック、これね、特別な性能、いろんな性質を持って、材料によって全然違いますからね。はい。セメントはまあ、いろいろ水耕性というものが固まるんですよね。はい。コンクリートはこれ人工の石ですからね。すごいです。鉄筋コンクリートというのはね、欠点鉄筋。まあ、いろいろなことなので、使い方に限りがあるので気をつけましょう。はい。これ難しいですね。はい。温度はあべこべできる技術はございますね。ヒートポンプ。まあ、いろいろ家庭用冷蔵庫でよく使われてますね。加湿器の水とかも湿度が高いと大変ですね。はい、空気清浄機、まあ、空気をきれいにするためでございますけども、ただ、まあ、ろ過しますし、きれいな空気を吐き出す、いろんなものです。エアコン、暖房、冷房、両方可能です。はい。加湿器、今使ってますね。冬よく使いますからね。殺菌もできて、しっかり加湿できます。24時間換気システム、はい。新型コロナウイルスでよく使われてますから、これも、歯科症候群もそうですが、新型コロナウイルスでも、これ必要なんです。鼻のない扇風機は本当にね、すごいです。強い風を送られてます。うちもそうです。はい。以上です。バイバイ。